の挑戦者は鈍沢直樹を熱演した鈍あかり。いくつ台本と違うことが起きるか分かりませんので、その辺にも注目して見てください、はいはい、それではピンクベスト殺人事件、よーいアクション。どうやらこれは殺人と見て間違いなさそうだな。それにしてもひでえ殺され方してんな。よっぽど恨みがあったに違いないな。すいません先輩、遅れました。遅いと天然。すいません天然って呼ばれてる。どこを突き破ってた。すいません先輩。早く見ろ。はい。ひでえぞ殺され方だ。そんなにひどいんですか。ああ見てみろ。わかりました。行きます。バカ野郎。はい、仏さんを素手で触れるやつがあるか。すいません。警察学校で何学んできたんだ天然。すいません先輩。これ使え。ありがとうございます。優しい先輩ら。失礼します。ほらめくってみろ。はい。臭いの。そんな匂わない。僕らが今日の仏さんだ。笑ってんのかな。よく見てみろ。死体ですよねこれ。ああ、よっぽど恨みを買ってたんだな。よしよし。春日俊明、43歳、お笑い芸人だ。お笑い芸人。ああ、4つのギャグだけをこすりにこすって関係者からもっぱらギャラ泥棒と呼ばれてた。そのくせ相当ケチだっていうから恨みによる犯行の線が高いかもな。まあでもあんまり面白くなさそうですね。何を言ってんの。すげえキープしてる。ふざけてんな。すいません。いいから現場確認するぞ。はい。すごいご機嫌にしたい。見る先輩。なんだ。目が合いました。合うわけないだろう。もう死んでんだぞ。あ、私の勘違いですかね。気にすんな。わかりました。まあまあまあ、まあ、いやカスに反応しちゃって。先輩やっぱり見てる気がします。見てるわけないだろう。じゃあ見てください。なんか動いてないか。頭が気のせいだ。まあ勘違いか。頭が動いてない。先輩顔が動きました。あれ、お前なんでふざけてんのか。お前はふざけてないです。すいません。偉いな。真面目にやれ。すいません。子供いるんだもんな。すいません警部。どうした。凶器と思われる鈍器が発見されました。おお、おい天然。はい。お前が確認しろ。私がですか。おすぐ返事する。失礼します。こちらです。開けてみろ。わかりました。何これ。何が。なんか結構硬いものが。何。何。なんだ。あら。これなんだこれ。ガムランボールですね。お前よく知ってる。ガムランボールってことは。そうです。何やってんだお前。幸せが訪れます。ふざけてるな。まあいいから。いいか、ドリブル入れてくるの。もしもし。おう。あ、そうか。すぐ迎えに行く。どうしたんですか、先輩。目撃者が見つかったそうだ。本当ですか。あ、ちょっと待ってろ。はい。ありがとうございます。ああ、こっち見てます。何やってんの。すいません。何やってんだよ、ニフちゃんも。こちらが目撃者の島田さんだ。こんにちは。俺は証言をもとに犯人の願いを書くから、はい、お前は聞き込みを担当しろ。ありがとうございます。頑張ります。書いとけよ。はい。島田さんは犯人は見たんですか。あ、はい、あの昨日の深夜0時ごろ自宅に帰ろうと思ってその場所歩いてたら、はい、急に言い争うような声がして、言い争う、その後、はい、急いで逃げる女性が私の横を走り去っていったんです。女性ですか。はい。その女性はどんな特徴がありましたか。逃げる時に、はい、タルタルがどうのこうのって叫んでました。タルタル、タルタルがどうのこうの、うん、
ダメだ。色白だったかな。全然書けねえ。すいません。間違いないと思います。そうですか、はい、どうしたんですか。お前がやったのか。え、私じゃないです。え、私はだって警部なんです。警部じゃないお前は新米だ。まだなんだお前、俺より上に行くな。すいません。なんだお前は。すいません。お前がやったんだろ。私はやってないです。お前がやったんだ。信じてください。どこが嫌だったのそんなに。あ、三本城です。やってんじゃねえかお前。それで殺されちゃうの。1時5分、お前を逮捕する。まさかのストーリーだな。やってないです。ついてこい。はい。ついてくんの。はい、ありがとうございました。覚えてた台本とは全然違った。本当に全然違います。急にタルタルとか言い始めて、もう無理と思ったらお前が犯人だとか言われて。春日さんがずっと見てくるとかも、あれもアドリブでしょ。アドリブですけど、本当に、ゆびちゃん、ゆびちゃんって出てきてるのよかったです。あれもでも嬉しかったでしょ、応援してくれてるから死体が嬉しくないです